皆さんこんにちは荒木ひ文ふみです、えー、僕が演じるのは、えー、新選組の鬼の副長と呼ばれた土方俊三役です白い虎若い歴史とかで言うと新選組の次の世代年代的には後ですもんねうん、なんか若い子たちがあの作ったタイヤっていうイメージ うんとあと大まかな記憶ぐらいだからなんなんですかね名前の響きですかねすごく白いイメージあります純粋とかなんか白い汚れてないとか,なかそういうイメージですねそうですねあのー、多分白虎隊を演じる子たちがあどれだけ若々しく純粋に多分演じて 演じる子たちは実際今の年齢で二十歳とか超えてる子たちになるとは思うんですけどその人たちがよりピュアにまっすぐに汚れなくこう,うがむしゃらに頑張ってる姿っていうのが一番この物語で重要視されてくるんじゃないかなって思うのでう多くを語って教えるというよりは。新選組が にとって憧れの存在であるように、うん、背中で見せていけたら、うん、そこからこう感じ取って、うん、肥大して、うん、その大きな夢を追いかける隊になってくれたら一番理想かなと思いますねそうですね、えー、土方は多分いろんな方が今まで演じられてきたと思いますしあのー、皆さんにとってこうね漫画にもなっていたり うん、やっぱ養子写真もあったりするのでどうしてもその用紙の部分でもこうイメージがあったりもしますしまたその鬼の復調と呼ばれるぐらい厳しい方だったとか、うん、そういうイメージはしっかり、うんうん、残ってて多分歴史を知らない人たちでも知ってるぐらい有名な方なので、うん、やっぱフィクションなストーリーがある分 うん、そこのストーリーに沿って、えー、新しい土方というキャラクターが、うん、生まれたらいいなと思うのであまりこう歴史であったり今まであるものにとらわれすぎずにもっと自由に、うん、この作品だからこその土方歳三を作っていきたいなと思います。今の人たちが全力で、えーえー、必死になって えー、表現するからこそ伝わる感動ものの青春ストーリーになると思います舞台「もののふ白き虎」9月17日から天王洲銀河劇場にてお待ちしております